雷合寺は、三重県松阪市伊南町深野にある浄土宗の仏教寺院である。本尊は、阿弥陀如来。鎌倉時代の僧、長元の僧建で、慶長19年に再興したと伝えられている。雷合寺道衝動省指定、昭和27年7月9日、室町時代に作られた盆章。名文によると、永六十一年に、 越前国産農大権現社の金として、藤原アソンサブロベ城により作られ、天正12年に三河国安家八万宮へ移り、1879年に当時の所蔵となったことが記されている。大号寺は廃物希釈の時売却されていた、この金を桑名の芋の市から購入したという。また、江戸時代の名所旧跡を紹介する。 三河名所図にもアスケ八万宮の鐘として紹介されている。椿指定、平成12年2月17日、解除、平成29年6月29日。推定樹齢約300年の椿。花に、めしべがついておらず、壁が一辺ずつ散る珍しい品種だという。加藤清正が、文禄、慶長の役の際に、朝鮮から持ち帰ったと伝えられている。 市の天然記念物にも指定されている。赤色の花が咲き、幹回りは1.7メートル、枝張りは約10メートル。松坂市教育委員会は、平成29年6月29日付で、椿の古紙のため市の天然記念物指定を解除。7月2日に、総大役員らが立ち会って伐採。当時のある松坂市には、お白い町にも来郷寺という同盟の寺があるため、 来訪や、検索の際には、注意が必要である。ちなみに、お城い町の来号寺は、来号寺と濁るが、飯南町の来号寺は、来光寺と濁らない。来号寺も参照。来号寺観光 30AB108 から187、椿松阪市の指定文化財松阪市道省。みんなで、守ろう。生かそう。 三重の文化財三重県教育委員会 AB108 から186、来号児童小松坂市の指定文化財松坂市歴史と文化の街を歩く広報松四47松坂市アーカイブ2015年2月21日、オリジナル天然記念物つ,つばき、松坂ネイチャーマップ松坂市、アーカイブ2014年8月8日、 abhttp コロンスラッシュスラッシュ www.yukanmi.com スラッシュニューススラッシュ3129スラッシュ1から1来号自本島松阪市の指定文化財松阪市。ありがとうございます。